厚みが厚みが、20です。仕上がりが20。3750円。1メーターの幅が150で厚み20だったら3750円。大体意外と安い。それは大砲木材で買った時の値段。そう。それって今、それはどんな状態ですか？それ、あの削られてる状態、綺麗なピカピカ。うん、荒木っていうのは、あら、プレがかかる前、かける前。ちょっとじゃあ、デコボコしてたり、それが。うちの製材機で製材した時の値段。ああ、じゃあ、帯のこの跡とかがバリバリついてる。そう、それ。なるほど。じゃあ、僕が、機械で、もしくは自分でカンナとかで削って、その材料を買うよってなったら、だいたいその1メーターの長さで、3750円。概算。わかりました。多分もっともっと高くなると思うけどね。あ、そうなんですか。通常。だからうちは一番製材屋さんやから、はい、一番でもっていうか、カーツァミやから。そこからどんどん、まあ人の手が加わって、もっと高くなっていく。はい、じゃあ、そのとりあえず棚を作りたいので、そのじゃあ 1m×150 の厚み20って言ったら、はい、それはちょっと厚めなものをじゃあ準備しておいてもらった方がいいわけですね。だから25で荒木で出すかな。例えばそういうふうにその在庫を板としてストックしておくときに材木屋さんで、なんとなくのルールとか決まりとか厚みとかってありますか？一般的に一番薄いのはキューブ板が一番薄いので、はい、キューブ板っていうのは27ミリなんですよ。一部が3ミリかな。一番薄いのが27ミリで、その次が34ミリで、その次が45ミリ。それが一般的な厚みなので、なので20ミリって言われると、27から削らなあかんので、7ミリ捨てることになるから、ちょっと子供あり悪いともったいないかな。じゃあ無理やり薄くしようとするんじゃなくて、どうせ削るんであればその熱い状態のまま使ってあげた方が、まあその方が27やったら22に仕上げて使った方がいいし、わかりました。その子どもりが一番ね、その機能も難しいところですね。そうですね。削って捨てる分というのはどうしてもあります。うん、でまたね、あの木もほっとくうちにどんどん反りますもんね。反ったらまた削る分がどんどん増えていくっていう。そう。なので本当にその20ミリが大量にいるんやったら、はい、丸太の時点から25って引いていったら、いいんやけどね。はいはいはい、なるほど。ただ言うように、それを25に引いても、ここが乾燥させてる間にこう沿ってくるから、はい、必ず正確に20ミリ取れるかどうかっていうのは分からない。まあね、なるほど。杉とかヒノキやったらそれはきれいに取れるんだけど、タモとかナラとか広葉樹は特に曲がるから、大きめに取っていかないとしょうがないって感じかな。はいはい、我々が買うときは2500から3メーターまでの板とか、幅で買ってくるんですよ、その幅のある中で。なので定番っていうのはなくて、一番安い買い方は材木さんに行って、この板ちょうだいと。自分の良い板を探して買うのが一番安い。なるほど。そうですね。で、材木屋さんに2600の板ちょうだいって言うたら、その材木さん多分2800とか3メーターの板持ってくるわけです。はい。2600ぴったり持って行って合わへんかったら困るから。はい、そうですね。なるほど、そこら辺が買い方難しいというか、そういう仕組みというか、長さに関してはね。最後の質問なんですけど、一般の人が材木屋さんに買いに行って売ってくれるところってちらほらあるんですかね？ちらほらあるけどあんまりないですよね。なるほどっていうのは、材木さんっていうのは今言ったみたいに、その一粒米とか、大きな単位で売買してるから。はい。例えば、タバコ屋さんが、タバコワンカートを20本で売り返してるものを、1本ちょうだいって言われたら、20円とか30円ですっていうのは、すごいあっちゃ困るわけです。ああ、なるほど。そういうことですね。だって、お金買ってよ。はい。とか、1枚2枚とか、1枚2枚で売ってるのは、それなりの単価で売ってるから、なるほど。それできるわけで、タバコをバラ売りしてるようなもんですよね。はい。で、材木さんは基本的に箱売りでしてるから、そこにバラで売ってって言ったら、やっぱり気の毒というか。なるほど。それでも対応してくれるところ増えてきてますけどね。大砲木材はしてくれるんですか？
うちはアルブルがあるのでしてますけど。そうですね。まあ僕らが加工できますもんね。まあそういった形でちょっと、うん、あの僕らもアルブルとして、一般の方がそういう、まあ、あのホームセンターにある材料から一歩進んで、あのよりちょっといい木を使いたいってなった時にお手伝いできるように、まあ、今こういう動画を撮ってますんで。そうですよね。うちもそれを目指したいと思ってますんで、うん、そうですね。一歩進んだところの文化を作っていきたいなというところが、はい、あのあるんで、またもし一般の方がこう来たらちょっと大砲木材さん安くしてください。あの、はい、了解です。はい、わかりました。すいません、詳しくありがとうございます。じゃあとりあえずそれ、はい、明日発注書みたいなのを書きますんで、また、はいはい、次来た時、まあね、あの今こんな状況で顔を合わせることなく、あのスタッフ個人個人でいろいろやってますけれども、はい、またあのお互い気をつけて働きましょう。はい、はい、ありがとうございます。やっていきましょう。はい、すいません、遅い時間にありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、失礼します。お疲れ様です。はい、ではですね、この棚に合わせて、サイズ寸法を決めていくということで、前回お伝えしました。これがですね、だいたい370、まあ1メーター、900ぐらいですね。200だとちょっと存在感が強すぎるので、ちょっと奥行きの少ない150ぐらいの棚にしてあげようかなというふうに思います。ですね、入れるものを、まず検討していきます。まずはこれ、箱、バスケットですね。無印良品さんで買ったものだったと思います。コーヒーとかいろいろ入れる瓶です。こちらが背の高いものになりますね。こういうものをまあちょっと入れていこうかなと思います。でそれぞれのちょっと寸法を、測りましょうか。はい、それではですね、書いていきたいと思います。まずさっき測ったサイズが、はい、こういった形のものでしたよと。容器第130でしたよという形になります。はい、ではですね、実際に箱の設計にいきたいと思います。ちょっと簡単にパソコン上で、図面を書いてみます。はい、で、今横の長さを800でいくというふうに大体で決めました。高さが、370ですね。これは横の棚に合わせてます。ここの奥行きに関しては、あんまり出っ張らせたくないということで150で検討してました。で、あとはさっきの入れるものに不具合がないように考えていきます。でですね、あのこの時図面を描く方、教室でもよくあのたくさんこういう形で描いてあの来てくれる方がたくさんいらっしゃいます。でですね、この線で描いた図面というのはちょっとその板をどれぐらいで切ったらいいかっていう具体的なところが分かりません。ですのでまずは、これを板の状態で描いてもらいたいというのが一つですね。で、私たちの教室でよく、動画でも上げているのが縦勝ち、横勝ち、これをどちらにしますかということで、よく、聞きます。で、縦勝ち横勝ちというのは何かと、前から見た時に縦に伸びる、こっちが点ですね、こっちが地です。縦に伸びてますよというふうなのが縦勝ち、横勝ちというのがこういうふうに横に来るものが伸びてますよというのが横勝ちですね。ここが大きな違いです。はい、で、まあちょっと立体的に書くとこういう形ですね。ここに年輪がこう見えますよという形になります。こっちはですね、こういう形でこっち方向に年輪が見えますよと。ちょっと絵が下手くそですいません。はい、でですね、この縦勝ち横勝ちっていうのを、家具で作るときによく、検討します。で、なぜかというとこの年輪ですね、板の年輪方向が出てくるここの部分っていうのは家具ではできるだけ隠したいというふうに考えます。というのは、まあ一つは、まあ、例えば塗装したときにここだけ色が濃くなってしまう、まあ、そういうのが見えるのを防ぐというのもあります。あとはここの部分がドーンと出てくると結構水分をここから含んで反りやすいとか、そういうこともまあ多少なりともあるので、できるだけここの部分を隠してやるというふうに考えてます。で、そうした時にですね、縦勝ち横勝ち、この図面で打って、この箱で言ったらどっちにしますかと言った時に、できるだけ目立たないところに何と言うんでしょう、持ってきてやりたいというような形になります。で、実際置く場所で今回の場合は、変な話、下から覗き込んだり、ちょうどこれ、ここの四角の部分が目線の高さになってます。で、
この上から覗くっていう人は、まあ、あんまりいないと思います。下から覗くという方もいらっしゃらないので、今回の場合はこういうふうに、縦勝ちにしてやろうかなというふうに考えてます。だから上下に年輪がこういう形で出てくるということですね。これ、すごい家具を作るときにまず考える、ポイントです。で、あとは、縦勝ち横勝ち、この場合例えばですね、横勝ち縦勝ち、これ丈夫さで言ったらどうかというと、例えば今回のような釣り棚、上から重力がかかってます。重力ですね、はい、で下に落ちる力があります。これが、縦のものと横のもので、その綺麗さというところでも、縦勝ち横勝ちっていうのは意識するんですけれども、重力がかかるときに、例えば僕らその家具を作るときに、例えばボンドが接着剤が弱まって剥がれたらどうなるかということをよく考えます。このときにここに例えば何かしらのホゾもしくはビスなどが打ってあったとしても、ここが抜けたら下にストーンと落ちてしまいます。だからこの場合だったら、できるだけその綺麗さうんぬんかんぬんよりも、まず釣り棚の場合はこの縦勝ちにしてやって、ここに引っかかって止まってますよという形にしてあげた方がより丈夫になります。で、今回の場合はこの上から覗き込む下から覗き込むっていうのも、身長いろんな方がいらっしゃいますが、ここまで背の低い人はいません。で、ここほど背の高い人もいませんということで、今回の場合はこの縦勝ちが一番条件が揃ったいい形になるかと思います。はい、ということですね、今回はこういうふうに縦勝ちというふうに縦に伸ばしてあげました。そうするとですね、必然的に決まってきます。ここの寸法が、厚み20ということで検討しています。25でいこうかな。ここも 25mm、 そうすると800から 50mm 引いて、内寸は750になります。はい、800から25引いて、ハマチで見ていきましょうか。これをですね、気取り図というもので見てみると、気取り図を、ここに自動的に表示してくれます。